さて、お次は、セイントセイヤ黄金伝説の完結編。これもやったね、もう。なんで、ちょっと遊びで、軽く。セイントセイヤ黄金伝説、完結編。これ、ワンと同じで使いましたね、これ。ここ。アルカナコスモ、ピカーンピカーン。これはペガサスのクロス。使い回した。これ見たよな。ちょっと前に見たよな。ピカーン。完結編。ね、ちょっとみんなこれ覚えておいて、これ。これ覚えておいてね。ペガシスファンタジー。これ、はい、黄金伝説普通編。プレゼントバイバンダイ。大体同じだな。抱きしめた遥かなコスモ。大体見たな。大体一緒やな。あ、おかしいな。やっぱ使い回しかな。ほとんど変わりねえ。わら。はい、うん。じゃ、間違い探しかな、これ。あれれ、おかしい。あ、割と違う感ある。割と違う感ある。一応これね、あの、セイントセイヤ普通の黄金伝説のクリアのパスワードを入れると、ね、成長したキャラクターで初めからできるんだけど、まあ、いいか。使い回し、わらわら。ゲームスタート。これオープニングあったっけ？使い回しのセンスだ。オープニングないな。ちょっとオープニング見ようぜ。なんだ。ほっとかなきゃ。オープニングでも見ようぜ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。これが1988年ね。で、こっちが、1年後に出てる。早いな。サイクル早。オープニング見るにはちょっとほっとかないとデモ見れない。あ、スタートしてほっとけばいいんだっけ。この状態でほっとけばすぐか。オープニング見ようずえ。1年後か、わら。待ち入ります。むちゃすー。ベガシスファンタジー。カラオケに行ったら歌おう、みんなで歌おう。だから使い回しなんだ。ベガセスファンタジー。いやー、1年後に出たゲーム、まあ使い回しは仕方ないか。まあロックマンなんかほぼ全部使い回しだったしね。システムとかボスは使い回してないけど。なるほどな。投げな。ウォーウォー、先生や少年は先生や。最近のアニソンってさ、タイトルっていうか、オープニングでタイトルコールしないよね。ずっと先生やーって言ってるもん。よし、来た来た。はい、これがストーリーです。なんで飛んだ？デモが長い。お前らなんで飛んだ？沙織お嬢様、誰も守ってねえじゃん、こうやって見ると。いや、これ明らかに初めの3人のせいだろ？しまった、沙織さんの胸に黄金の矢があって。はじめの3人がもうちょっと沙織さんに近づいてたらさ、撃たれなかったよね。その黄金の矢は誰がどんなことをしても絶対に抜けんのじゃ。その矢は強豪の力を持って飲み抜くことができる。いや、今さっき誰も抜けんつったじゃん。今から12時間の間に12の球を全て突破して、強行をここへ連れてこないと黄金の矢が心臓に突き刺さり、木戸沙織の命はないぞって。一応助ける方法を教えてくれる。優しい。しかし、沙織さんをこのままにしておくわけにはいかない。心配ありません、聖夜。私は決して負けません。必ずこの試練に打ち勝ってみせます。いや、あんた今胸に矢刺さってんだぞ。声ってなんだ？待っていてください、沙織さん。頼みましたよ、聖夜。もう心臓に突き刺さっていると思うんだ。いやー。はい、これがストーリーです。じゃあ行くか。このゲームクソむずいからな。これも最強パスワードないとクリアできる気しないんだよ。沙織お嬢様不死に。ね、一番初めはアルデバランだよね。強行との決着は次作、セイントセイヤ黄金伝説完結編まで持ち越し。
ということとなったため、ここ、イカ役、いや、いいから。心臓に入っていくんだよ。時間がない。何が何でも突き進むしかないんだ。早く行けよ。ちょ。ほら。これ、ね、雑魚戦でよ。コスも貯めとかないと後がきついんだよね。確か登れてたよな。うん、背景なのかね、乗れるところなのか。ストーリーが長いのか、昔が短いのか。わら。よ。これがセイントのパンチ。セイントに同じ技は二度と効かん。上から石が降ってくる。よし。意外に強いんだよ、雑魚がな。雑魚が自ら穴に落ちていく。登れねえんだけど、ここどうなってんだこの石段。 ようこそ白陽宮へ。みんなクロスをここへ出しなさい。お前黄金伝説1の時にさ、クロス直してくれなかったじゃねえか。一体どういうことなんだ。ワドルギだな。話す。君たちのクロスにはまだ無数の細かい傷が残っています。私は君たちのクロスを直してあげようと言っているのです。上からクルトライをつけろよ。金色になってる。すごいぜ。これでゴールドクロスとも互角に戦えるぞ。じゃあ戦えねえよ。素通りしたやつ。さあ急ぎなさい。ゴールドクロスは桁外れの力を持っています。究極のコスモセブンセンシズに一歩も早く目覚めるのです。行くぜ。よし、一面クリア。はあ、1時間経ったけどね。せいや、はじめはアルデバランだから、まあまあ、せいやでイベント起こさないとそもそも勝てない。ここはまず、俺が流星剣を仕掛けてみる。わかったから、行けよ、早く。ね、ちょっと、セブンセンシズが溜まったからね、ちょっと回復していこう。ヒットポイント上げとかないとたどり着く前に死んじゃうから。全然足りねえ。雑魚倒してコスモ稼ぎしないとな。わざわざ教えていくスタイル。わら。よしよし。ほらほら。本気でクリアしたかったらね、とりあえずね、初め30分ぐらいこれした方がいい。ダブル。裏技パスワードとか最強パスワードなしでクリアすんならね、これまあ30分ぐらい稼ぎした方がいいと思うよ。とりあえず。やらねえけどな。めんどくさいから。一応原作を再現しないとそもそもこのゲームクリアできないから、まあ、原作読んでない人はまあクリアできないと思う。で原作読んだらクリアできるかってできないと思う。大事なことなので2回言いましていい。やばい、遠距離攻撃だ。どんどん死んでいく。このゲーム小学生の時にやったけどわけわかりませんでしたよ。今やってもわけわかんないから。つまり、原作をまず読んでこいと。よし、行くぜ、アルデバラン戦。ふう、勝手にこの金獣くんを通り抜けることは俺が許さ。なんだ、その構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。セブン戦士をコスモドライフ。サウさん、無事だね。これ、やられなきゃいけないんだっけ。確かやられたら復活するから、まずはライフを回収して、あ、ちょっと、ね、3ぐらい残しておこうか。1回は攻撃しなきゃダメだから。よし。で、話す。お前と私では実力が違いすぎる。黙れ。よし。じゃあ戦うか。どうせ死ぬからね。ペガサス、流星剣。割と元気な沙織さん。すごい。お前と私では実力が違いすぎる。グレートホーン。タイミングよく左か右を押すと変わってる時がある。死んだ。うわこれ確実にマリンさん死んでるよな。せいや、アルデバランの剣を抜かせるんだよ。あ、おう、そうか、居合の構えを崩せばいいんだ。よし。で、イベントを起こすとセブン戦士でいっぱいもらえるから、これでパラメーターをマックスにして喧嘩を売る。でも勝てねえんだけどな。よし、最強だぜ。はや、わらわら。戦う。懐かしいやりとり。流星剣がライフだったかな。小山さんというアルデバランの良い声。わら。ほら、もう脳なめなんだよ。このゲーム
お前と私では実力が違いすぎる。今勝てる流れだった。よし、開始した。うわー、痛い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 。やり方わからないとクリアできない。ペガサス、流星拳。このゲーム無条件で攻撃ミスるからさ、わけわかんねえんだよね。ここで一気に葬ってやるぞ。こんなところで絶対にやられるわけにはいかないんだ。流星拳。ごっそり、わら。どうやってこんなん勝てって言うんだよね、ほんと。グレートホーン。これ一面のボスだよ。うわー、本当に実力が違いすぎるわ。すまない、やるだけのことはやったんだがやるだけのことやったよ、ほんと勝てねえな。おりゃうのおるんだ。ちなみに一人でもやられるとね、イベント起こせなくなって積むから。いや早いね。いやもう今の明らかにさ、ストーリー的には勝つ流れだったでしょ。勝てねえんだもんこのゲーム。あとシルの攻撃力弱えな。理不尽に難しすぎる。死ぬと背景と同化するのか、わら。よ、どうやったら勝てるの。運が良ければかな。二刀流。このゲームね、説明もなしに攻撃ミスるからほんと困るんだよ。雑魚戦でセブン戦術を、ね、300ぐらい稼がないとダメなんだけど、めんどくさくてやってられねえから。でも稼がないとクリアできないんだよ。勝手にこの金牛牛を通り抜けることは俺が許すだもん。出たな、つまり運ゲー。よし、ライフね、コスモがね足りないとダメージ通らないし、一応コスモかライフをゼロにしたら勝てるんだけど、このゲーム、まあ、必殺技によってね、どっちのちょっと削るかっていうのがあるんだよ。確かね、流星剣がライフ、水星剣がコスモだったと思う。よし、コスモを削ると向こうの攻撃もタイミングよく左か右押すとかわせる時があるんだよね。このゲームほんと適当で。昇竜派で、時々本当にノーダメっていうね。タイミング、グレートホーンが出た瞬間ぐらいでさ、今死んだよ。2人目やられた。すまない、やるだけのことはやったんだが、次は氷河だ。やはり俺たちではゴールドクロスにかなわないのか。昇竜派しかないのか。攻撃が短い代わりに攻撃力が高い。さすが氷河。早く兄さん来ないかな。ニッサ、くそ敵が強い。くそ、裏技パスワードじゃないとクリアできねえぜこんなの。東京都台東区駒形バンダイの玩具第3部の星。何考えてこんなゲーム作ったんだ。敵が強い。今だったらね、この稼ぎないパラメータで勝てないなんてゲーム作ったらクソゲーって言われる。よし、はあ、勝手にこの金牛球を通り抜けることは俺が許さん。なんだって。セブン戦士ズコスモとライフに変えて戦うのです。71やったら1回は耐えれると思うからね。もうコスモだけ開けてぶん殴るか。ダイヤモンドダストが体力になったと。くれ、ダイヤモンドダスト。よし、そろそろ勝てるだろう。僕のグレートホン、かわせない。よし、これで一気に葬りさせていける。こんなところで絶対にやられるわけにはいかないんだ。ダイヤモンドダスト。よし、やったろ。耐えろ。回避の仕方がタイミングよくさ、うわアルデバラン強すぎる。スパッ、やるだけのことはやったんだが、慎重に戦わなければいけないね。はやはや、瞬最強じゃね。めっちゃこの速さ、ふぅ、ふぅ、シャオシャオ。
塩沢さん、塩沢さん。あー、強すぎ、わら。シャオシャオシャオ。やったか。わ、フラグと。早い、早い。シャオシャオ。さすがシュン。勝手にこの金牛球を通り抜けることは俺が許さん。本日4度目。コスモ高めるんだ。ネビラチェーン。やったろ。やったか。ほら、ノーダメ。時々、いやいや、もう今お前ノーダメだったじゃねえかよ。これ、ボス戦がアクションだったらええのにな。このゲームね、無条件にミスるってクソみたいな仕様があるからさ、こっちの攻撃。ほら、お前と私では実力が違いすぎる。死ぬ死ぬ死ぬ。ひでえ。いやほら、やった勝ったー、折れたライフゼロにして角が一本折れるだけかっていう。俺の負けだ。金魚球は通らせてやる。やった、ついにゴールドクロスを打ち破った。もうこれ黄金伝説完結編噛んでいいと思うよ。これもうもう無理だよ。あ、全員復活した、全員復活したぞ。やったぜ。次誰だっけ、次のライフだった。次マジで誰だったっけ。セイントスイヤーのコミック取ってこようかな、忘れたわ。あれ次マジで誰だっけ。水金地下木土、あ、それじゃない、最後がね魚座だったはずだから、それでまだ序盤か。マジで次誰だったっけ。双子座、もうジェミニーか。双子座3番目の球、そう、あ、掃除球だ。恐ろしいね。さあ先を急ごう。ネタバレ頼む。さあ一気に抜けてしまおう。僕たちがやるしかないんだ。瞬早かった、瞬で行くか。よし、200回復した。体力を上げろ、体力を。他全ヒットポイントゼロだけどね。体力上げとかないと超えられない。仲間回復するためにザコで稼がなきゃ本当はダメなんだけど、そんなめんどくさいことやってられねえからな。さすがシュン、早い。アナザーディメーションされようぜ。行くぜ。シュンいいな。はあ、何その動き。よしよし。よし、やったぜ。来た来た。出たな。セブンセンシズを分けるのです。ちょっとライフ。まず話す。お前はジェミニの迷宮に迷い込んでしまったのだ。なんだって。アナザーディメーション肩ももか。はい、ここクソムジンでは言って、あーやー異世界だ。ほほ、しゃがむしゃがむ、流線と星が襲ってくる。くそー、あーはっはっダブルはっはっ、お羊座、おうし座、しゃご座、それから神座とまだまだあるかも。なんだってと、うわあ。はっはっばっか見るな、わら。よし、そろそろ死ぬね。ゴミが待ってる。よし、全然割れねえし。割れた、硬すぎだろ。あのこんなの避けれない。20ももらえるセブンセンシズ。届かない。食らうのそれ。あと12。嘘だろ。何今の歓声。チューン。僕ではかなわないよ。ホールインワン。体力だ。体力を上げていくんだ。
穴だった。まさかのここから綺麗に落ちた。わらわら、おっとね、まあこれすっぽりとクリアしたけどね、最強パスワードでクリアしたからね。すっと弾がまるで吸い込まれるようには入り上がった。個人的にはね、こうこんな感じで降りるつもりだったんだけどね、びっくりの角度で落ちたね。びっくりマンよりびっくりしたよ今の。びっくりくりくり、びっくりくり、よし、ふふふふふ、出たな。セブン戦士のコスモとライフに変えて戦うのです。今日も最強パスワード使います？いや、やら、そこまでやらない。ゲームだとジェミニと戦うのか。くらい、ダイヤモンドダスト。まあ、ノーダメなんだけど。産地アナザーディメーション。帰ってきたから戦った気もしたけど。しゃがんでも食らうってどういうことだよ。くそ、旬じゃないからおっせ。うわぁ、くっそー、最悪の操作性。原作ではイベント的なやつだったのに、こうやってこうやってこうだ、完璧な操作性。よし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 、無限ループなってねえか、大丈夫か。ああ、もうやった、初めっからだ。面白かった。クソゲだマジこれ。もういいよ、ほんとクソクソだ。